登場するキャラクターの名前をちゃんと漢字で書けるようにとか、建物建造物とかいろいろものの名前を調べたりとか。でもアンバサダーだからそういうあれだね、あの入場料いくらとか、あーそっちをかーと思って、もう自分が手をつけてないところですよ。あー努力報われず残念。意外と簡単な内容だったね。でもね、幸せの豚はね分かんなかった。幸せといえば象かなーと思って、平和の象徴みたいなねー。あと何言うだけかな、もうね全然。そうマリアが欲しかったね。あと10点でポスターだったんだけど、そしてセンター、また次リセットされちゃうから頑張ろう。住所の問題絶対出ないと思ったら出た、書けた。そう今日はね私服を着てたよ。小島さんのブランドのやつとちょっと前に買ったスカートでね、今日朝自分で髪型をこれをセットして、で今日あとね衣装のフィッティングがあったのね。だからこの髪型を崩したくないなと思ったから、セットとか着ちゃうとこうやってこう脱いだり着たりしてる作業で、あの髪型が崩れてしまうから、それを嫌だなと思って全部前焼きでこうフェイ着替えられるお洋服にしようと思って今日の服になった。そういう事情があった。だから前焼きになるやつ、こうかぶったりしなくていいようなお洋服と思って選んだから、そう組み合わせ変かなと思いつつもフィッティング行ってきて、で衣装さんに「これ大丈夫ですかね組み合わせ」って言ったら、「あいいと思うよ」って言われたから採用。この髪型自分でできるようになった。後ろちょっとぐちゃぐちゃなんだけど、この間の歌番組の時にどうやるんですかってやり方聞いて、自分でちょっとまだ変だけどできるようになった。ん？あめちゃめちゃいい？あーよかったパッツンにしたはしたんだけどね、伸びてきちゃってふんって下ろすと目にね影ができちゃって、そうあもう無理だっていつも行ってる美容室の方に、ちょっと年末は忙しいからもしかしたら今のうちにって言って、結構12月の初めの方に切っちゃったからもう無理だね、分けるしかない。本当？髪型合ってる？おお、よかった。メガネ？つけてたやつあるよ。キンキラキーン。2021。いいね。なんかもらった。あとお正月のグッズもたくさんあって、なんか今日よくわかんないけど、お正月の歌をアカペラで歌ってくださいって言われて、私あの最初の一フレーズしか知らなくて、あのもういくつなんとか超えたらお正月のフレーズしか知らないから
私さ、もう3人で一緒に歌おうねって言ったのに、おだいりとマリアがすごい笑ってて、なんかソロで歌唱した。最初わかんないのに一生懸命歌ってて、その後の早口のところ全然わかんなくて、なんとかかんとかチャ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 のところ知らなくて、なんかもう音めちゃくちゃな歌になっちゃった。あるよそっちも。なんでこのメガネ作ったんだろうね。もらったなんかこれしてたらなんか浮かれてる人みたいで嫌なんだよね。写真撮っといていいよ。写真タイム まつげが当たる、聞こえる？まつげが当たってる音。ああどこでつける？本当だよねどこでつけてもらいたくってこのメガネ作ったんだろうね。いいメガネだと思います。聞こえない心が通じ合ってる人には聞こえるよ。さよならメガネ。あ、なんか子供もらった。使わなかったけど、なんかちっちゃいのもらった。テロン。ソラヤンもらったけど今袋の中に入ってるから。そうだ、あのあれもありがとうございました。プレゼントをあの事務所の方に送ってくれた方が、さあ今日マネージャーさんから受け取りました。新しい方のハイプロの方に送ってくれてありがとうございました。マネージャーさんもそう新しくついてくださる方もいて、あの AKB だとさ、あのチームでこう何名かついてくれてるっていう感じで、そうそうそうなんだけど、あの新しくついてくださる方が名刺のところになんか名前が入ってて、自分のこうなんだろう、きっとあれ大人のご挨拶、こう名刺をねきっとやるんだろうけど、そこに自分の名前が入ってて、このタレントというかこの人を担当しているよーみたいな感じで、ねすごいなって。私は茨城大使の持ってるよこういうやつ。でもいつもその輪には入れないよね、茨城大使の赤ビビンですとは私も持ってるんだけどね。名刺欲しい？私の？あげたいけど、握手会再開したらあげられるね。もうたくさん溜まってるよ、新しくできた私の名刺。僕のあげる大丈夫
私が一方的にあげるよ。もちろん今はね AKB の活動を一番大事に、私も本当に今はコンサートが大変だから、あの準備とか1月でもう1ヶ月もないから、もう今はそっちを頑張るって、終わってからいろいろやりたいなと思ってることを進めようと思っています。今日は何食べたの？今日はスモールワールズではアイスを食べた。アイスを食べ、おだやりとマリアはなんだ？あ、自分がアイス集中して食べてたから何食べてたか忘れた。おだやりピザ食べてたかも。マリアも何か食べてて、私はちょっと今日帰ってからあの賞味期限もあるしなと思ってたから。食べたいものの、だからそこではこうアイスと紅茶みたいな感じにしておいて、帰ってから鶏肉を食べた。お、今日ビーフストローカノフ食べた。あー、いいね、美味しいよね。あのなんか百貨店のさ地下に行くとさ、お肉いろいろさなんか高い感じで売ってるじゃん。なんか部位ごとになグラムでなんかそういうので買えるみたいな、そういうのじゃん。なんかしかも値段も高いし、でも意外とこれ最近発見したんだけど、おそらく そこの売ってるところでもうちょっと賞味期限的にやばいよみたいな、もうそういう期限が迫ってるよみたいなやつって、多分そうやって味付けをして安く売ってるのね。なんかお母さんがスーパーで働いてた時なんかそういう風に味付けて安く売ってるんだよみたいな、加工品っていうの、そうなの？そう、高いじゃんああいうところで売ってるのって。そう、一番おい、あ、わかんない、こういう言い方したらあれかもしれないけどでそうだよね。なんかそれを聞いて、それ確かに見てみたら、その味がついてるやつってそう確かに安いと思って、そうそうそういうところじゃないお店の、そういうスーパーでも確かにそうなってるなと思ったから、だから味もついてて自分で料理するときやんなくていいから楽ちんだし、値段も安くなってると思って、そうそういう発見があったから、最近はそこで買ってる。そう、味付いてるからめちゃめちゃ便利なの。そうで結構濃いめというか、そういう味付けしてると、そう、そのお肉も期限が延びるから、で夕方とかに行くとさらに安くなってたりするから、そうなの、そうなの、めちゃめちゃいいよ。そう、どうせめちゃめちゃ高いからと思ってなかなか行かないんだけど、意外とおおいいじゃんみたいな値段で売ってるからね、おすすめだよ。半額まではいかないけど、そのお店によるかもしれないけど、ね、業務スーパー行ったことない、でも気になる。
ミニパックを買って小分けにしてるといいね。でも私この間のお家で待機してる時にたくさんいろんな方から冷凍食品たくさんいただいちゃって、で今ね冷蔵庫がね幸せなことにパンパンだから ね冷凍庫技使えないの今、別のもので埋まってるから。アイスはない。コストコないの行ったこと、でもすごい行ってみたい、気になる。川崎？神奈川ってこと？神奈川まではいけないな。ね、ひたちなかにあるよね。ひたちなかって茨城県にあるんだけど、友達とかみんなひたちなかのコストコ行ってたな。ティーン、テンテン、テテテテンテテンテテン、テレテン、テンテン。幕張にもある。あーそうなんだ。でんて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 ん、水戸はないかな。でんて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 ん。すごいね、イントロでわかった。君しか何かの、あれ全国握手会でレナッツさんとモムちゃんと一緒にやったな。成城石井とか行く？成城石井？ああ駅とかにあるやつだ。あれを買いに行く時だけ行くかも。パルミジャーノ、パルミジャーノの大きいやつ。ああいうのはなんか普通のスーパーには売ってないから、カットされてるのだったらあるんだけど、カルディはあんま聞かないかな私ね。高級スーパー、パルミジャーノレッジャーノっていうチーズの王様だよ。よくさ、よくでもないけど、チーズのさパスタを頼むとたまにチーズの大きいさがかまなんかうわみたいな、なんだろう、こういうのでさ、チーズのめっちゃチーズの塊の上でこう絡ませてそれから作ってくれるみたいなのない？あれはパルミジャーノレッジャーノっていうナチュラルチーズっていうんだけど、私よりみんなの方が詳しいと思うけど、そうあれね、大きいとめちゃめちゃ高いのよ。お父さんもすごいチーズが好きで、お父さんよくチーズのセットをお土産で買ってプレゼントしてくれるんだけど、そうお互いチーズ好きだから。お父さんがなんか単身赴任で東京でいた時とかなんかチーズよく買ってたって言ってたんだけど、まあ、東京で買う時みたいな買うところが一緒だった。さすが親子。あとブルーチーズも好きらしい。お父さん酒飲みなの？お父さんすごい飲むかも、飲む人。青カビさん、なんじゃない ね、お父さんはそうね、おつまみにしてたんじゃないかな。
そうなの、みんなもそういうチーズと合わせて飲むの？私はそのまま食べるのが好きかも。お腹空いたなって時とかにパルミジャーノをね、チーズの塊をねグッてやって、なんかポロポロってやってる、ちょっとしたなんかナイフみたいなのを買って、チーズの専門店みたいなところでいって崩してえいってあと削るやつも買った。なんかこういう形したやつにチーズってパラ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 ってね、あれやっただけでおしゃれな一品になるよ。うん、ホールで買ったことはない。高くて絶対買えない、あんなの。なんか調べてみたの、そしたらね10万円ぐらいするんだって、このパルミジャーノの大きい、こんぐらい、あの大きさにもいるかもしれないけど、私最初にその値段見て、あ、これ一生無理だなと思って。本当に大きいの、高いんだねあれね。しかも多分海外から来るんじゃないかな、今ね。チーズって高い、だから買えなくてこの悲しい思いを YouTube でパルミジャーノレッジャーノの作り方みたいなの動画調べて発散した。すごい、やっぱ全部海外のものだったんだけど、その動画、大きい釜みたいなものになんか液体入れて、でなんかこう揺らして塊だけその布にやってみたいな。調べてみて本当に面白かった、チーズの作り方みたいな。作れないことはないけど、でもあの美味しさとか、やっぱああいうの長い時間置いといてっていうのが、あのね工程があるからこその出る味なんだよね、ああいうのはきっと。ドイツ行った時チーズなかった？ドイツはね、どっちかっていうとハムのね種類、お肉の種類が、ほんとパンかな、パンの種類が本当に多かった。チーズあったはあったけど、どっちかっていうとうん、ハム、ソーセージ、そうそうそう。最初のニュルブルクリンクのレポーターとして行かせてもらった時にドイツ行ったんだけど、すごかったよ。夜はソーセージとポテトを食べたけど、とにかくね、そのホテルがだったのかもしれないけど、朝に食べたビュッフェ、朝からこうなんかバイキング形式だったんだけど、もうパンだけでもすごい数だったし、あと冗談抜きで言うけど本当にね20種類ぐらいあったの、パンだけで。そう記憶してる私は。ハムの種類もすごかった。てん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 、10以上は確実にあったね。すごいよね、そう、そんなにいて、そんなにあったよ。でも結局なんかいつも日本でもよく見るような形のなんか定番のパン私は選んで、ハムはね全種類試してみたけど、すごかったなそこで。ちょっと外出るとね、もうね、ここに私が食べるところあって、なんか外に出られるとこもあって、で大阪になってるんだけど、下にここに動物がいたりしてね、すごかった。ドイツ行きたい、行きたい。思い出したらなんか幸せな気持ちになった。お花畑がもうすごい広大な土地に、もうすごいいい世界が広がってて、猫じゃなく、なんだっけな、鹿じゃないか、
ヤシカだったかな、なんかで写真あげたはずなんだけど、小動物とかじゃない、羊ではなかったな、なんかその辺のその辺のやつ。あーそうかも、ヤギかな、ヤギだった、トナカイではない、ヤギかな、牛ではなかったな、馬、あでも馬もね違うところにいっぱいいたな、そうそうそう、トヨタのあれでドイツ、そうドイツ、あー絵日記ねやったわ、 YouTube に上がってるんだっけあれ、まだ見れる、そのところりんちゃん完全にはハマってなかった、完全にはって言ってるからちょっと知ってはいたんだね知ってはいた、朝ごはんもさ一人でその朝食食べられる会場みたいなところに移ったんだけど、もうね英語でもないから、でお姉さんがすごい多分紅茶とコーヒーどっちにしますかって聞いてくれてるんだけど全然わかんないし、なんか一生懸命紅茶だからティーだと思ってティーって言ったけど、なんか自信なすぎに言ったから全然伝わんなくて、あんまりね嗅いだことのないなんか変わった感じの香りの紅茶が届いた私のテーブルに。翌日からもう一人でご飯食べに行くの恐怖になっちゃった、やばい通じないと思ってねえしっかり寝てね、ああそう寝不足そうに見える、ちょっとあれだ暖房が効いてるから目が乾いてるだけで、しっかり寝てる、今日もいっぱい寝てるからね大丈夫。このあと進撃見る、バチコイも見るからのそのまま進撃、鬼滅の刃は周りでもメンバーが見てるからさ、たくさん話せるんだけど、なかなか今の今回のシーズンまで見てる進撃を見てる仲間がねちょっと見つからなくってね、話し相手になってくれる人がいないんだよね。確かに今ね回れ編になってちょっと話が難しく、よくちゃんと読めば全然理解できるけど、こうパラパラパラって読んで理解できるようなね簡単な内容じゃないから、思う私も今が一番面白くないね、あこの時こういうことがあったからはあはあはあみたいな、なんか見てない、いや私のファンの人もう今話してる方が共感してくれる人がいると思って今話してみたんだけど、やってるよ今も、エレンがなぜか巨人化できる、えなんですごいって終わってるないんだよ、深い深い深い理由があるんだよ、そうよく見るあの超大型巨人って誰なのみたいな、あんま言いすぎるとネタバレになってしまうから、でもここでネタバレしたとしてもそれは本当もう全然もう上の方よ、もう深い深いもうすごいすごい深いんだよみんなどの辺まで見てるんだろう、シーズン2までしか見てもったいない、
そう、今ネタバレしないように考えて考えて話してる。元気そうね。そう、好きな話ができてるから楽しいの今。でもなんかあんまりね、そうこの中にはちょっと見てる人少なそうだからあんまり言えないね。シーズン3見てるところ、頑張って。シーズンは見てる。でもそこをしっかりいろんな主人公の表情とかも見てもらうと、後で結構ああそうだったのみたいな感動と衝撃がよりね感じられると思う。一気までしか見てない、もったいなすぎるよ。そうだから今ねすっごく楽しい。どの巨人の力欲しい。私はね巨人になりたいなと思ったことはないから、そう客観的にあの世界をね見てるだけでいいかなと思ってるよ。マジルかって。私はね大丈夫かな。私が巨人になったら髪の毛は長いのかな。ロングヘアの巨人って今のとこいないよね。どんな感じになるかな。何言ってるのってやった。今髪染めてるからこういう色になってるけど、でもきっと巨人化したら黒い髪の毛になるんだろうね。射撃。女性巨人、目型？目型の巨人ね、いるね。アギトの巨人、アギトの巨人になりたいの？素早いから？でもちっちゃいよ。まあ、ちっちゃいから早いんだろうけど。今夜中は鬼滅のターン。まあでもね、2ヶ月ぐらいか今経って。でももうあれね、巨人もクライマックスですから、なんか楽しい今。映画館行けば鬼滅見れるし、毎週日曜は巨人も見れるから楽しい。いやーちょっとみんなもね見てもらいたいな。あと最近は約束のネバーランドもアニメ1日で見た。漫画読んでたけど。ほのぼの系の漫画？ほのぼの系？ほのぼのって何だろう、あった。なんだろうね。ほのぼの？スパイファミリーはほのぼのじゃないもんね。スパイファミリーもすごい好きで見てるな。日常系？これなんだっけ？
チュチュみたいな、なんだっけ、恋、恥ずかしいじゃなくて、なんだっけ、恋が、なんだっけこの、こういう踊り、みたいな、あ、そう、そうそう、こういうダンス、あー、それだ、逃げ恥出てこなかった見たよ、電子の方で買ってみた、全部逃げ恥だ、それそれそれ、そう、その感じがあったから恥ずかしいっていうワードが出てきた。のもの系はなんだろう、ああそれも今すごい流行ってるよね、呪術廻戦、スプラッター系、スプラッターって何、初めて聞いた、スプラッター、ああそうなの、呪術廻戦が面白いらしい、いずれはね、まあ、一期しか見てないな、充電がもうないらしいから終わりにしよう、よし、もうそろそろ終わりにします、ちょっとね、今日充電できるところが近くにないからもうダメだ、うん、またやります。そうね、未来モンスターも今日がね、年内最後だった、今からね、写真を載せるの、そうだよ、これ洋服、サスペンダーっていうか、まあそんな感じ、うん、じゃあねー、おやすみなさーい。おやすみなさい。またねー。今日はスモールワールズ来てくれて、あと見てくださった方もいたと思うけど、ありがとう。次は1月11日です。じゃあねー、おやすみなさーい。